はい、パート3やってきます。編集してて、あとやってないのはあれなんですよね。アイテム、取得したアイテムを調べるぐらいしかやってないことがなさそうなんだけど、大丈夫かな。今ね、セーブできない状態なんですよね。あのインクリボンだっけ。ということで早速アイテムを調べてみようと思います。調べる。あ、取れんの。 ペリドットでできている。どうやって取るの。あ、これ取ったってこと。あ、矢がなんか違うのになった。これは何。調べる。こんだけ。これなんかに使える。これ鍵になる。もうでもそれ以外行くとこがないんだよね。早速積み気味になっちゃってるけど、まあ前回の大大きな進展として、ひたすら撃ちまくってたら倒せそうだということは分かったんで、ゾンビさんもう容赦なく撃ちまくろうと思います。ただ突然出てくるのだけはやめてほしい。画面にヒュッとか、あれマジでビビったから。この急に画面切り替わる感じが本当にやばいよね。今日は操作慣れてるよ多分。この操作やりづらい感じが初代バイオハザードな感じですねって言われた。こっち、鍵を取ったら死にそうになったところで、代わりにこいつを使えないかなと思ってるんだけど、今調べて撮ったもの。いや違ったらカットするわ。これ使えない。使えないダメだった。どっかくまなく調べる。あ、エンブレム。どこで使うの。エンブレム調べるか。なんもね。すごい難易度高くない？くるっと回して調べたりすることもできるってことか。中に何かあったりしない？なんもない。まあないよね。ちょっとハーブ調合してみる。お、めっちゃ効きそう。アイテムってこれ以上持ってないのかな。じゃあどっか調べたりってないのかな。今急にここなんかアイテム取れたしね。調べたりってないっぽいな。全部調べられんのこれ。ん？二人が差し違えるとき、運命は開く。差し違えるかな。いやーこの積む感じが懐かしいよ。出られないでしょ？え？出れんの？うわっ！とっ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 と。え？なんか入れちゃった、なんか入れちゃった。マジかよ、最悪。最悪だよ。ちょやばいやばい、死ぬ。あ、死んだ。
初めて死にました。 You are dead。 むずあ、一発食らったら即死状態だったんだ。あれどうしよう、これは厳しいな。ちょっと強いって強いって、ただの犬のくせにクソダメージ食らったって。勝てない、倒せんの本当にこいつ。ああ死んだ。ライフは3か普通に強い。こんなとこにドアあった、わかんなかった、全然ドアだと思わなかった。あー、いやこれはわかんねえわこれ外みたい。ちょ、もうわかんなすぎて結局調べましたうわー、わかんねえわこれは。男は、ちょ広すぎね、相変わらず。天使の絵が彫られた墓がある。矢尻の部分にくぼみがある。矢尻の部分にくぼみ、これか。あー、ちょっとミスった。あー、やっとすんごい苦労したんだけど、ここまでだいぶ調べたけど分からず、ネットで調べました。あー、これ無理だな全然まだ先が長そうなんだけど、調べないと全然無理そうだわ。うわ、凝ってるな。うわ、目、鼻、口に穴の開いた咲きそうがある。すっげえ凝ってる。本が挟まっている。呪いの書、あんま取りたくないけど取るしかないよね。ちょっと調べるか。開くとそこには、ん、あれ、あ、やっぱり、うわこれむずやっぱりアイテムの裏に何かがあるパターン。あー、これでやった、あそこか。あの鍵取ったらやばいところで使うんだな。誰かに当てたメッセージが記されている。4つの仮面、すなわち口なき仮面、鼻なき仮面、目なき仮面、3つすべてなき仮面。すべての仮面が揃うとき、災いは再び蘇る。なんだろうね、ここの像のことっぽいけど。あ、ない、ここだけ像が。あ、ここだけじゃない、2箇所ないね。2箇所見つけるんだなこれはすごい先が長いぞ。にしても凝りすぎでしょ、ここら辺。こんな、また来る機会ありそうだな。え、これで外行ける？あ、外出れない。ここまでか。外出れそうなのにね。平均プレイ時間どんぐらいなんだろう、これ。ものすごい。
長いシリーズになりそうです。 マジか。びっくりしたわ。いや、本当にこのドア気づかなくない？全然ドアに見えなかった。あえて分かりづらくなってたわ。ドアか、これ。模様かと思った。分かりづれー。ドアマークあったっけ、これ。ちょっと後で見直そう。これでやっと、どっかに行ける。どこだっけ、こっちから行った方がいいか。切られちゃったしね。え？使えないの？あら。 あ、そういう、あれ？あ、この鍵で今までどっか鍵閉まってたとこ行くんだ。マジか。ここだって。ああ。ちょっと謎解きじゃなくて、純粋にわからないところは、ちょいちょい調べつつやっていこうかなと思います。これは、普通にわかんねえわ。なんで割れたんだよ。暗がりに浮かぶ館の絵だ。なんか無駄に広いところやだよ。またパーリンとか来そう。来ない。やーっと進んだよ。ちょっとインクリボンだけ。近い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 。インクリボンだけ欲しいんですが。いやーだなー。うわ、一番嫌なやつじゃん、この洗面所とかさ。ホラーゲームにおいて。お水が溜まっている。繊維も抜きますか。抜くしかないっしょ。うわうわうわ、ムービー入りました。うわ、なんかいそう、なんかいそう、やだー。うっ！どう？マジか。なんで入ってんだよ。出ろ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 。逃げましょう逃げましょう。逃げましょう。おう。力尽きた？力尽きない。何もできない。あ、終わった。まあそうなるよね。そうなるよね。あ、でもなんかあった。ダガーナイフだ。必須のイベントだったみたい。ほんとやだわ。 お気の毒に。ちょっと回復しとこう。今みたいに急に何があるか分かんないからね。使います。さあ、何もない。すごいとこだな、またカメラが。またなんかちっちゃい部屋か。もう、うわうわうわ。なんだよ、ここ。こっちから行くか。こんな部屋いる？こんな、ちっちゃい正方形の部屋。おっと、出ました。待ち望んでいました。インクリボンじゃないですか、これは。3つゲット。やっと進んだよ。もうどんだけ苦戦したんと思ってんだよ、今回。 難しすぎな。まあ全てはあのドアに気づかなかったことが全てなんだけど。裏口だっけ？あんなのがあったとはね。ここインクリボンだけ？
かんな。行き止まりっぽいよね。そう、これはさっき気づいたんだけど、探索完了と探索中っていうのがあって、赤色になってるとこってまだ調べ尽くしてないのがある疑惑。ちょっともうちょっと調べてみよう。なんかあるかもしんない。何か燃やした跡がある。気になるところはなんかないっすか、ないっすかね。お、ショットガン。ああ、いや、なんかスイッチになってんのかな。そうか、銃の種類もたくさんあんだよね。これでマップはまだ赤色だ。まだ調べるところがあるみたい。調べよう。あ、これ剣じゃん。ダガーナイフ。気づかなかった。サバイバルナイフ。あ、ダガーナイフ2。いざ食らうときにこれで回避できるんだね。あ、これで黄緑になった。探索完了。あ、なるほどね。これはありがたい設定。ちょっとヒント入手できました。え、で、あーや、うわ、ショットガン取ったからスイッチがアレナタイプ。早く出よう、早く出よう、早く出よう、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 いいから出よう、出よう、出よう、急いで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 、あ、急いで、落ち着いて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 。ドアが開かない、ドアが開かない、ドアが開かない。え、ドアが開かない。ちょっとどうなってるの。久しぶりに日本語のセリフ来ました。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。バリー助けて。え、ジルいるのか。バリー助けて。なんでいるの。逆に下がってろ。危ない危ない危ない。捕まれ。ああ助かった。なんでいるの何してたんだよ。もう最初から2人で行動してくれよ。ほんと、もう、はあ、誰だっけ。バリーか。危ないとこだったな。もう少し遅けりゃサンドイッチになってたぜ冗談じゃねえよ。助かったわ。でもさっき戻って食堂を調べるって言ってなかったっけ。助かったけど、なんでここにいたの。いや、何、少し気になるところがあってな。それより迷子のウェスカーとクリスの捜索に戻ろう。ありがとうバリー、借りができたわね。ちょっとちょっとちょっと、また別れんのねえあーあああはい、ちょっとキリが良さげなんで、次回こっち調べていくとして、ここまだ調べ尽くしてないみたい。そこだけちょっと見るか。それでセーブして終わろう。いやー、早い。いやいや一緒に行動しましょうよ。さっきまでいなかったじゃん。うっ、あっと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 、ちょ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 思わず戻っちゃった。もう一回チャレンジ。下向いてダガーナイフでも使っちゃうかな。下向いて銃撃てるかな。下向いて、あ、うっ、はい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 、よし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 、うまくいった、うまくいった、うまくいった。復活する？やつは復活するタイプ？ちょっとちょちょ、でもなんか調べ残したとこがある風なんだよね、この赤色だから。復活しなくうちに調べたいけど、復活しないでね。あ、こいつは動かないタイプ。なんか倒したら動かなくなるやつと動くやつ2種類いるみたい。さあ調べ尽くせてないところ、なさげだけど、この辺調べたっけ。
なんもないよ。これ何これ。電気無理。なんで赤色なんだろう。わかんないな。今後なんかあるのかもしれない。一度ね行ったところでも二度目とかイベント起こってから来るとすごい変わったりして油断できないけど。あ、またいた。手がかりはあったか。腐った奴らが歩き回ってる以外ないわ。ここも安全とは言えんな。脱出経路を確保しといた方がいいだろう。どこかに裏口があるはずだ。じゃあまた別れて探しましょう。なんで別れんだよ。これを見つけたんだ。何？硫酸なんだ。これがあれば腐った奴らも真っ青だ。取っとけ。必要にならなきゃいいが。はい、ありがとうございます。でもあなたは？心配するな。俺にはこの相棒がいるからな。なるほどね。それじゃあありがたくもらっとく。じゃあな。完全に、ね、ゲーム制作側の都合ですね。ああちょいちょい合流するのにすぐ別れちゃう。この感じ久しぶりにイベント見た気がしたけど、パート2あたりでこんぐらいまではやっとくべきだったのかね。ああもうちょいちょいね調べつつやらないと、積むと本当にセーブできなくなっちゃうんで、そんな感じでこれからもやっていこうと思います。今日は録画時間長かった。ご視聴ありがとうございました。